て。ああ、いいっすね。ああ、気持ちいい。ああ、気持ちいい。これいいっすよね。これは絶対誰かにやってもらった方がいい。ああ、気持ちいい。これは気持ちいい。ああ、柔らかい。ぐにゃぐにゃだ。はい、やっぱり体の使い方だったりとかが、いや偏ってるってことですね。そうですね。で、まあ、で、あの、そうですね。そのなんか、はい、そんなに決まったことをしてないというか、はいはい、あんまりそのずっと同じことをするのが苦手だったりするので、座りっぱなしっていうのもないし、立ちっぱなしっていうのもないし、座ったりだったりするわけなんですけど、はいはいはい、そうですね。でもいろいろな動きをすることはいいことです。でも座ったら座りっぱなしだし、うんうんうん、立ったら立ちっぱなしだし、になっちゃうんですね、みたいな。座ったり立ったりとかじゃないですよね。結構じゃあ体の、今日は座りっぱなし、次の日は立ちっぱなし、はい、その次の日は歩きっぱなしとか。なるほど、まあ、いろんな疲れが溜まっていきますね、じゃあね。そうですね、ちょっとそういう方だと確かにほぐしにくいところはあったりしますね。バラバラするね。うん、結構こう感じ方が場所によって違うとか、ああ強かったりするとやりづらいというか、やっぱり、うん、ありますね。あ、すいません。来た。ありますね。何それ？コリコリしてます。結構あの、はあ、ちょっと言いづらいですけど、これちょっとお腹が今出てきてますよね。はあ、で、下肢がね圧迫されてるっていうのもあると思います。そうなんだ。はい、ああ、良くないですね。良くないですね。ちょっと痩せよ。まあ、どうしてもこう下がってくるのもありますし、うん、そうなんですよ。この辺ってこうなかなか伸ばさないじゃないですか。うん、なんか自分ではあの こんなとこ意識ないですけど、うん、意外とこのリンパでもありますので、その辺って、うん、あの詰まってるとやっぱり股関節が痛くなったり、うん、はい、足が冷えたり。でまあ、さっきちょっと言いかけたんですけど、怪我されたりとか、まあ、その、まあ、体ね、不思議ですよね、本当に。なんか知らないけど怪我するんですよ、私。不思議、呪いです。呪い。そういうのがあると、またちょっと体にその、まあ、かがったりとか、ね、うん、体の使い方に偏りが出たりするので、結構こうなんか、うん、本当にちっちゃい頃から、はい、はいはいはい、なんか怪我して治ったと思ったらまた怪我してみたいな、はい、まだだって子供の頃だけかなって思ったら、はい、まだ続いてますっていうか、あの、お料理してて指切っちゃったら、はい、あの痛いじゃないですか。痛いです、痛いです。で治ったら、はい、あの治ってきた頃に、はい、あのドアに指挟むとか、はい、あ、挟むんですか、うわ辛い。え、同じ指ですか、また別で。また別の指。あ、そうなんですね。怪我は絶えないです。呪いです。呪われてます。せっかちじゃないですか。あるかもしれない。運がいいのか悪いのかみたいな人いますよね、そういう、うん、結構怪我が続いてでも死にはしないみたいな。ゴキブリみたいですね。そんな出産も大変だったんですもんね。ああ、そう、あートータルですからね。うん、おー、そう、出産はつ、まあ、出産ってただでさえ辛いですけどね。そうね、長引いたりすると本当地獄ですよね。だから
まあ、指切ったりとか挟んだりとか、うん、めちゃくちゃ痛いけど、うん、めっちゃ痛い痛い痛いってなるけど、うん、いつも陣痛よりはマシって思う。確かに。いやマジ痛いっすもんね、叫びますもんね、痛くて、うん、いい感じですわ、はい、あの腰の動かし方は分かった、はあ、なんかこう痛くてかばってて、うんうんうん、硬直してたみたいな感じのことがなくなった。はい、良かったです。柔軟に対応できる感じ、はい、あ、良かったです。じゃあ骨盤回し取りましょうか。両膝立ててください。骨盤回し、うん、はい、はい、ちょっとこれを大きく回します。お、大丈夫そうですか。そうですね、うん、あの随分、はい、ね、はい、あの動きが楽になる、うんうん、あの来た時は絶対これできなかったですよ、はい、あ、はい、ちょっとまだやっぱりこう落ちない感じが ね、 ね、あるのはありますもんね。お尻の筋肉を伸ばしますね。大丈夫ですか。はい、見てますか。辛かったら言ってください。はい、はい、辛いほどじゃないですか。全然大丈夫です。反対にしますね。お、違うしますね。ちょっと嫌な感じあると思いますが、嫌な感じ、はい、嫌な感じ、そうですよね、嫌な感じ、まあ、腰痛ある方はそう辛いんですけど、はい、本当これこそ言い表しようがない、痛くないんですよ、はい、でも、はい、不快、そうです、嫌な感じ、気持ち悪いですよね。私も分かるんですけど、でもこれやると楽になるので、そうなんですね。はい、はい、最初は一番辛いと思います。ちょっとだんだん慣れてくるというか、緩んでくると、まあ、そんなに。でもガスで回しますね。さっきすごく嫌なかったんで、こっちはそんなに嫌じゃないんじゃないかなと思います。ちょっとだけ嫌な感じちょっとだけ嫌な感じ、まあ、そうですね、右より左の方が楽ですよね。わかんない、嫌な感じ、わかんない、同じぐらい嫌な感じです。嫌な感じ、柔らかいんですけどね、こっちの方が。なんかまあ、右比べて左の方が知ってる分、まだマシかなっていう。ああ、はいはいはい、なるほど。ちょっと心の準備ができてるというか、ね、動いたね。じゃ
ゃあ両膝をもう一回立てていただいて、はい、でちょっと倒します。こっち行きづらいですね、こっちも行きづらいですね両方やっぱりちょっと伸びが悪くなってますね。そう、行ける範囲でちょっとこっちの方がよりちょっと突っ張り強いですかね。こちらの方がまあ倒れやすいというか、うん、こっちだともうこれ以上いかないんですもんね。確かにこんなもんじゃないんですね。まあ、こちらはこう倒れパターンとこっちまでつきますよね。でこっちに関してはまあこれがもうここで止まっちゃうので、うん、まあだいぶ左右差がありますよね。まあこっちのも、まあ、いけるところこの辺ぐらいまでですかね、はい、からこういうふうに、まあ、戻す体勢に両膝が上向くように、はいはいはい、してください。お願いします。ぐーっと頑張って。ぐーっとぐーっと。はい、いいです。はい、あと2回します。はい、はい、お願いします。ぐーっと頑張って。もうちょっと。はい、いいです。はい、あと1回倒して。ぐー。はい、いいです。はい、楽にしますね。こちらと、こちらと、さっきより行きやすくなったのが分かりますかね。まあ、まだちょっとやっぱりここの股関節で固まってる感じなんですかね。楽にしてはーっと、はい、そうしていきます。はい。はい。おー、ストレッチ。はい。辛くはないですか？はい。はい。しますね。はい。じゃあこの反対ですね。こちらの腕を下ろしていただいて大丈夫です。おー。下ろしますね。はい。はい、うなされてますか？お、はあ、お腹が伸びる感じですね。うんうん、思わず息止めちゃう。大丈夫ですか？はい、ゆっくりと。きつくないですか？はい。はい。楽にしますね。戻しますね。はい、すいません。じゃあ腕を下ろしていただいて大丈夫ですよ。痛いですよね、やっぱりこれ。そうですね、痛いですね。でもまあ、そんなめちゃくちゃ痛がってないので、うん。これいいですよね。うん、あ、おお、これは絶対誰かにやってもらった方がいい。
腰のためのね時間のゲートやっと取ったの、はい、こんな感じでありがとうございます。終わらせたいと思うんですが、はい、じゃあ無理なくですね、ちょっとこう体をですね、はい、横向きに直すんですね、回していただいて、はい、そう、それから、はい、それから起きる、はい、はい、そうですね、はい、で、あとちょっと腰椎の間を広げたいと思いますので、腰椎の間を広げたい、はい、もう少し前の方に、はい、まっすぐにお願いします。はい、そうですね、はい、じゃあ、 このままお辞儀するようにしてください。はい、はい、腰から頭下げていってください。はい、そうですね、こんにちは。手も出してください。もう一回やります。お願いします。ありがとうございます。あー気持ちいい、これは気持ちいい。はい、戻してください。はい、いいですよ。あー柔らかい、ぐにゃぐにゃだ、はい、ちょっと失礼しますね。後ろに手を引きます。足ハロースペシャルでしょ知ってる知ってる。鎖骨の下あたり広がる、はい、スペース、スペースできますね。はい、こちらで、あと手組んどいてください。組んどいて、そうそうそう。はい、行きます。あー気持ちいい。はい、伸びてる。はい。まっすぐにして、大ひねりです。伸びてますか。伸びてます。あ、さっきのが伸びますね。はい、左の方が。あ、そうか、そうですね。体の状態がね。見ましたかね。戻しますね。楽にします。で肩の力を抜けますね。ありがとうございます。本当に気持ちいい気持ちよかった、はい、いただきます。ありがとうございました。はい。じゃあ、一回ちょっとあれですか、体の状態見ていただくといいかもしれないですね。ああ、軽いわ。軽い軽い。軽いし柔らかい。あ、軽やか。はい。軽やか。軽やか。結構動きやすい、ね、全然違う、うん、こんな動きしたら、はい、ビキビキビキ、腰が痛かったんですけど、うん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 、全然、はい、踊りに行きたいぐらい良かったです。ありがとうございます。いやもう頭のてっぺんからね、ほんとつま先まで全身やっていただいてすごく気持ちよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。やっぱ高いので皆さんリクエストが多かったの、すごい多かったですよ本当に。そうですか。すごいですね、こういうことしてほしいとか、そう声がいいんだったら声の仕事募集してるらしいですよ。声の仕事をね、はいはいはい、キャスティングしてる人いるかもしれないじゃないですか。そうですね、いたらちょっと聖子さんが、ね、私だけで来て、うん、あ、じゃあそれを返して、そうです、そう、あ、そうですね、じゃあ声のお仕事をしてみたいんですか。全然してみたい。見てる方で声の仕事のキャスティングができる方、必要な方、中村さんがぜひということなのでお願いしますいい声ですよね声もね調子よくなっちゃうみたいな。あ、でも、はい、体が楽になるとね、確かにちゃんと出ますからね、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしければ、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。